の帝王エンテイ劇場版ポケットモンスター決勝等の帝王エンテイ、園帝は2000年7月8日から公開されたテレビアニメポケットモンスターの劇場版第3作である。同時上映作品はピチューとピカチュー。興行収入48億5000万円。日本版映代はロードオブザ・アンノーン・タワー。当初タイトルは 決勝等の帝王のみだったが、後にアンノーンを用いて、エンテイトを追加された。キャッチコピーは、誰も知らない金と銀の世界をかけろ。本作品で焦点が当てられたのは、ゲーム中でも謎めいた存在として登場した、ポケモン、アンノーンである。この作品におけるアンノーンは、一人の孤独な少女、ミイに力を与え、彼女だけの理想を実現にする、夢のパワーを与える存在である。 アンノーンの力で父親役である園庭を手に入れ、架空の母として、サトシのママを誘拐し、彼女が望むことはすべて実現されていく。こうして、アンノーンが生み出す夢により、現実を完全に遮断し、閉じられた世界で心の傷を癒ミみだったが、ママの救助にやってきた、サトシら現実の存在と対決することになり、最終的には夢の世界と決別することを決意。 アンノーンの力は再封印されることになる。アンノーンと少女の理想が作り出す幻想や主要キャラクターのまんべんない活躍、親子の絆など様々な魅力が詰まった本作は劇場版第1.2作の脚本を手掛けた須藤つよし、本作以降の劇場版作品の脚本を手掛けることとなる園田秀樹の合作脚本であり、本作以前と 本作以降の個性を絶妙に取り入れた劇場版ポケットモンスターのある意味集合体的な脚本の作品である。なお、現在のプロットはほぼ須藤が制作しており、それを園田が修正したため共作となった。本作が須藤が存命中に脚本を担当した最後のポケモン映画作品となった。時系列は第154話以降から第165話以前の間である。 本作における園庭は、アンノーンの力とミーの心によって生み出された、幻の存在である。本物の園庭は後に、第260話に登場した、20世紀最後の、劇場版ポケットモンスターシリーズでもある。劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパール、ディアルガ VS パルキア VS ダークライでは、異空間の存在としてわずかながら、アンノーンが劇場版で、再び登場する。 劇場版ポケットモンスターミューの逆襲以来、たけしがレギュラーとして復帰し、2010年の劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパール幻影の発射ゾロアークまで登場する。美しい高原の街、グリーンフィールドに住む少女、ミーは、アンノーンの研究をしている父親のシュリーと共に暮らしていた。ある日、遺跡の調査をしていたシュリーが、アンノーンの空間に閉じ込められてしまい、 行方不明となった。父親が残した奇妙なカードを、ミーが並べ替えたとき、アンノーンたちが出現し、彼女の感情を感じ取り、園庭を生み出した。声や雰囲気から、父親が園庭になって帰ってきたと思い、ミーは喜んだ。一方、サトシたちも旅の途中で、トレーナーのリンとのポケモンバトルを繰り広げ、上都地方で女性が行きたい場所ナンバーワンの、 グリーンフィールドを訪れていた。突如グリーンフィールドがクリスタルで囲まれたことに困惑するサトシたち。シュリーや娘のミーが気がかりになった大木戸博士と花子も現場に向かい、サトシと再会した。その様子を見ていたミーは自分もママが欲しいと遠征に願うと彼女の願いを叶えるため花子を連れ去ってしまう。グリーンフィールドの結晶化が進む中、ミーは サトシたちに両親が帰ってきたから来ないようにメールが来る。それに疑問に思う一同であったがサトシは花子を救うため、霞やピカチュウたちと共にグリーンフィールドの中心にできた決勝島へ向かう。ポケモンたちの力を借り、決勝島の潜入に成功したサトシたちは侵入したことに気づいたオーキド博士たちからリンから借りたポケギアを通じ、アンノーンのことを知り、 ミーたちがいる塔へと目指す。その様子を見ていた花子は、正気を取り戻し、ミーが無事であることを知り、安心をする。その頃、ロケット団たちも、決勝塔には、宝があると思い、園庭の迎撃に合うも運良く、潜入に成功し、ミーたちがいる反対側の塔へと向かう。塔の中を進むとそこは、ミーのお気に入りの絵本の世界が具現した場所で、そこに一人の女性が、 ポケモンバトルを挑んできた。たけしは、それがミーの望みで出現した大人のミーであることに気づき、サトシたちを先に行かせ、ポケモンバトルに挑むもミーの空想で作り出されたポケモンたちの強さに敗れてしまう。次のエリアでは、カスミが水ポケモン限定で自分と同じ歳になったミーと勝負をすることになり、彼女も大苦戦する。やっとの思いで花子と再会したサトシは、 急いで脱出しようとするも花子が自分の母親にならないと聞かされたショックでミーの感情が暴走し、花子は閉じ込められてしまう。サトシの前に現れたエンテイはサトシを追い出そうとバトルを挑み、圧倒的な強さでサトシのポケモンたちを次々と倒していく。追い詰められるサトシとピカチュウの窮地を救ったのはリザフィックバレーで修行していたリザードンだった。リザードンは テレビの中継でサトシを発見し、心配になって駆けつけてきたのであった。カスミ氏、やタケシ、そして宿敵のロケット団たちとも合流し、ミーを連れ出そうとするも、現実を受け入れないミーの思いが、アンノーンの力をさらに暴走し、再び窮地に追い込まれてしまう。サトシや花子の必死の説得で、リザードンにとどめを刺そうとする、遠径を止め、ミーは、外の世界に出ることを決めた。 しかし、ミーの強すぎる思いによりアンノーンは自身の力を制御できなくなり、結晶化がさらに激しさを増してしまう。エンテイはミーを救うためすべての力をぶつけ、アンノーンの暴走を止めた。アンノーンの力が収まり、エンテイは自分のこと最後まで父親として慕ってくれたことを感謝し、彼女の夢へと帰っていった。事件後、アンノーンが 元の世界に帰ったことでシュリーは現実世界に戻ることができ、ミート再開を果たした。詳細は個別記事か、アニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。詳細は個別記事か、アニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。NHK 主会社である NHK エンタープライズ21が制作スタッフに名を連ねている。実は、本作以前に、 須藤が半年をかけて作ったプロットもう一つの劇場版ポケットモンスター第3作の存在があった。それは劇場版第1作の自己存在第2作の共存に続く自分の生きている世界は何なのかというものである。このプロットはかつて須藤が執筆したアニメ小説版ポケットモンスターザアニメーションで明かされた世界観のもで書かれている。 物語は人間とポケモン以外の動物がいないはずのアニメポケモンの世界でティラノサウルスの化石が発見されるという事件から始まる。この発見にポケモン学会は大騒ぎになり、やがて学者たちは自分たちの住む世界に何か秘密があるのではと疑問を抱き始める。しかし、例のティラノサウルスの化石に一種が宿り、動き始め暴走してしまう。 サトシたちやロケット団、世界中の人間やポケモンたちがティラノサウルスを食い止めようとする。ラストでティラノサウルスは、とある場所で動かなくなり、人々は、一体あれは何だったのか、自分たちの住む世界は、一体どんな世界なんだろうと、視聴者に問題を投げかける形で幕を閉じる。ありがとうございます。